こんにちは、レトスノーンです。6月30日の3本に入る前にご連絡いたします。短期口座の値上げまであと数時間となりました。今日の夜中の0時を過ぎると値上げになります。なのでお申し込み、ご希望の方は、本日の23時59分ですね、までにお申し込みいただければと思います。短期口座では法律知識ゼロからたった3ヶ月で合格した方もいらっしゃいます。もしあなたが少しでもこれまでに勉強したことがあるというのであれば、この合格した方よりも一歩も二歩も前にいるわけですよね。つまり今からでも逆転合格は十分可能です。逆転合格するためには効率よく要領よく勉強する必要があります。覚えるべき部分は覚えて、理解すべき部分は理解する。これを間違えてしまうと一向に点数が伸びません。短期講座では問題集を進めるだけでこの丸1と丸2が必然とできるような解説にしております。だからこそ弊社の問題集を進めるだけで3ヶ月で一発合格できたんですね。今からでも大丈夫です。本気で今年の合格を目指しているっていう方はお待ちしております。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。 A は B 所有の公土地を売り渡す代理権は有していないにもかかわらず、C と公土地の売買契約を締結した。B が C に対し、A は公土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、A に公土地を売り渡す具体的な代理権はないことを C が過失により知らなかったときは、BC 間の本件売買契約は有効となる。丸か×かという問題です。一度問題考えたい方は動画ストップしていただいて、動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。まず問題文の状況としては、B が本人、A が無権代理人、C が相手方という状況なんですね。B 本人、A が無権代理人、C が相手方という状況なんですね。で、B が C に対して、A は公土地の売却に関する代理人であると表示していたと書いてありますね。B が C に対して、この A さんは代理人ですよって言っていたと。でも実際 A さんはこれ無権代理人なんですよね。で、無権代理人であることを C さんは過失により知らなかったって書いてあるんですよね。過失により知らなかった。つまり C さんは有過失ですよね。過失があるという状況です。で、質問内容は BC 間の本件売買契約は有効となる丸か×かという内容なんですよ。で、ちょっと問題文の理解については、短期講座で解説する流れになるんですけれども、売買契約が有効となるかどうかについては、ここの文ですね。A は公土地の売却に関する代理人であると表示をしていた。これ代理権授与の表示という内容で、これ表権代理の一つのパターンを表しているんですね。だからここのキーワードからこれ表権代理の話だ。表権代理の内容を使えば、ルールを使えばこれ解けるんじゃないかと考えて、表権代理の場合っていうのは相手方が善意無過失の場合に表権代理が成立するんですね。で、表権代理が成立すると契約が有効になるっていう流れになるんですよ。で、今回 C は過失により知らなかったということなので、有過失ですよね。有過失。ってことは、相手方は善意無過失ではないわけなので、表権代理は成立しない。表権代理が成立しないから、BC 間の契約は有効ではないという流れになります。だから答えは×なんですね。で、まず覚える部分で言うと、表権代理が成立する要件として、相手方は善意無過失。このルールはまあ覚えなきゃいけないんですよ。だからこれは覚えてください。ただ、これは単に答えを覚えるだけじゃダメなんですね。つまりまあ、ここだけ覚えてもダメなんですよ。ちゃんと表権代理というものを理解する必要があるんですね。で、理解ができたら類題も解けるようになるんです。つまり表権代理のいろんな問題が解けるようになるんですね。ただ今回ちょっとそこまでお伝えをすると長くなりますので、短期講座の受講者さんのみ、受講者専用のメルマガでお伝えさせていただきます。で、問2ですね。宅地建物取引業者は、不正の手段により、法第3条第1項の免許を受けたことを理由に、免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる、丸か×かという問題です。答えは、これ丸ですね。これは営業保証金を供託する意味から考えれば、簡単にわかります。つまり、弊社の学習方針である理解学習をすれば、答えを導けるということなんですね。どういうことかっていうと、そもそも営業保証金っていうのは、取引相手、お客様ですね。
お客様に損害を与えてしまって賠償金などを支払えない時のために預けておくお金です。もし宅建業者が取引相手に対して200万円の損害を与えてしまったと、でその時に宅建業者はお金を持っていればいいんですけども、お金がない可能性もやっぱあるんですよね。そうなってくると、お金ないから払えませんだとお客さん困るわけですよ。そのために営業保証金を預けているんですね。つまり免許取り消しになればもう業務を行いませんので、今後取引することはないですよね。したがって不正手段によって免許を受けたから免許取り消しになったとしても、預けていた営業保証金っていうのはもう預けておく意味がないから取り戻しができるんだっていうことなんですね。これも理由付けです。なんで悪いことして免許取り消しになったのに営業保証金を取り戻すことができるのか、この理由付けが今言った内容なんですよね。あくまでも営業保証金っていうのは損害賠償金などを払えない時に備えて営業保証金を預けておくだけなので、免許取り消しになったっていうのであればもう預けておく意味ないから取り戻しができるということですね。まあ、きちんと理解しながら学習をしていきましょう。理解学習こそ合格への近道です。で、問3です。都道府県が都市計画を決定する場合、必ずしも国土交通大臣と協議し同意を得る必要はない、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。都道府県が都市計画を決定しようとするとき、その都市計画が国の利害に重大な関係がある都市計画のときは、あらかじめ国土交通大臣に協議して同意を得る必要があるんですね。つまり必ずしも大臣と協議して同意を得る必要はないってことなんですよ。これどういうことかって言ったら、大臣と協議して同意が必要なのは国の利害に重大な関係がある場合のみなんですね。つまり重大な関係がないのであれば、この協議とか同意は不要だって話なんです。よって今回の問題は正しいということですね。都道府県が都市計画を決定する場合、必ずしも国土交通大臣と協議し同意を得る必要はないっていうのは正しいですよね。この点は細かいんですけども、ポイントです。ほとんどの方が覚えられていない都市計画区域の指定と都市計画の決定、この手続きの違いは必ず頭に入れておきましょう。短期講座では動画で違いを解説しております。そして今開講している短期集中実力アップ講座、これは文字通りですね、短期集中型の実力アップを図るための講座になります。実際全く法律知識ゼロの中卒で元とび職の方がたった3ヶ月で一発合格した講座になります。それ以外の方でも4ヶ月とか5ヶ月といった短期間で全くゼロからですね、一発合格していただいております。で、イメージなんですけども、全く法律知識ゼロの方であったとしても一気に実力を上げることができるんですね。で、これはなぜかというと、短期集中実力アップ講座で使うテキスト、問題集、こちらは理解学習ができる教材になってます。この教材を使っていくだけで理解をしながら学習できるんですね。具体例だったり考え方だったり答えの導き方、これを解説の中に入れております。なのでこれを使うだけで他に調べるってことをしなくてもできるだけいいようにしてるんですね。だからこそ短期間で実力アップさせることができるということなんですね。だから法律知識がゼロの方でも短期間で一気に上げることができるんですね。で、もちろん今現状ある程度、点数取れますと、合格点マイナス1点、マイナス2点、マイナス3点ぐらい、そういった方っていうのはもうある程度実力があるんですよね。でもここを超えられないんですよね。この合格点までいかない、これっていうのは理解をしてないからなんです。そういった方であっても弊社の短期講座の教材を使っていただければさらに伸ばすことができます。合格点を突き抜けることができます。まあ、合格点プラス4点とか5点ぐらいですね。つまり多少ミスをしたとしても合格ラインにちゃんと入ってくるぐらいの実力はつけることができます。で、一方である程度勉強している方であったとしても理解学習ができていないとどれだけ勉強しても実力が上がっていかないんですね。この緑の線がそうなんですよ。多くの方がこうなってるんです。市販の教材とか予備校の教材とか使うのは全然構わないんですけども、そこには理解すべき内容まで載ってないから自分自身で理解すべき内容を調べていかないといけないんですね。この作業をやっていかないといつまで経っても点数で伸びないんですよ。多くの方が過去問とか予想模試とか40点以上取れるようにしてきます。でも本試験で点数取れない、これは日々の勉強で理解学習ができていない証拠なんですね。例えば権利関係とかだったら弁護士さんのサイトとか法律事務所のサイト、法令上の制限だったら国土交通省のサイト、都道府県のサイト、建設業者のサイト、
税金関係だったら国税庁、税理士さんのサイト、そういったもので現状調べられていないというのであれば、これはおそらくですね、理解学習ができていないと思います。なのでそういった方は注意が必要なんですよね。これからどれだけ勉強しても、つまり過去問集を どんだけ解いても、テキストをどんだけ読んだとしても、理解すべき内容は載っていないから、ここの壁を乗り越えることができないんですね。まあもちろん運が良ければ合格点達成できますけれども、結局は運任せになっちゃうっていうことになるんです。なんでそうじゃなくて、ちゃんと実力を上げて、できるだけ確実に合格したいというのであれば、ぜひ短期集中実力アップ講座をご検討ください。この動画を見ているのは3ヶ月前かもしれない。もしくは5ヶ月前なのかもしれない。いずれにせよ、ちゃんと理解学習ができれば、合格できる確率も非常に高まってきますんで。もし今年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。そして、この短期集中実力アップ講座の具体的な内容については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたと一緒に勉強できること、そして合格発表の時に一緒に喜べることを願っています。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。